路側帯は道路交通法で定められ、関連法令で使われている用語。道路交通法第2条で歩行者の通行のように教しまたは車道の功用を保つため、歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の道端よりに、設けられた帯状の道路の部分で道路表示によって区画されたものを言う。と定義されている。 歩行者の安全のために、歩道がない道路または、道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより、基本的に歩道と同様に扱われる。道路交通法第17条の、歩道等には、歩道と路側帯が含まれている。高速道路など歩行者の通行が禁止されている。道路においては、車道の公用を保つために設置される。外見から車道外側線や停車帯と、 混同されることがある。1971年6月2日の道路交通法改正によって規定され、同年12月1日から設置が可能となった。道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な福音を有する路側帯を通行できることが明記されている。また道路交通法第17条第1項により原則として車両は 車道を通行することが定められており、横断、駐車、停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により、軽車両は道路左側部分にある路側帯を、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて、通行することが認められている。自転車通行課の歩道とは、普通自転車以外の軽車両も通行できる点が異なる。なお、 前述に基づき傾斜両が路側帯内の通行を認められる場合においては、普通自転車が歩道を通行する場合とは異なり、路側帯の車道側を通行することを定めた規定はない。路側帯の例路側帯は、歩道のない道路、または道路の歩道がない側の道端よりに、白い実線等による路面表示を引くことで示されているものである。ところが、 道路の歩道がある側の道端よりでも、外見の上では全く同じ城の実践による、区画線、道路表示を見かける。これは、法令上は、路側帯には該当せず、車道外側線に該当し、その外側は、路肩となる。詳細は、路肩の項を参照。路側帯には、以下の3種類がある。都道府県の公安委員会が路側帯を設置する、場合、 福音を0.5メートル以上とすることとなっている。また、破線一本のみによる、区画線、道路表示により示されている部分は、法令上の路側帯にはならない。道路交通法施行令、第1条の2第2項には、法大史上第1項の規定により、公安委員会が路側帯を設けるときは、その福音を0.75メートル以上とするものとする。ただし、 道路または交通の状況によりやむを得ないときは、これを0.5メートル以上0.75メートル未満とすることができる。とある、改正道路交通法。ありがとうございます。